白くてまっすぐな大根に、太いものが3、4本がまとめられたネギ。どちらもお値段150円。地元の農家が育てた新鮮な野菜や果物が並ぶ富士の里直売所ヨラッシェです。大内宿など観光地が近いため観光客にも人気があります。すごく新鮮で値段も安くて、たくさん買いました。埼玉も私たちが住んでるところは農家さんが出しているお野菜はあるんですけど、でもね、こんなに安くは買えません。今年の冬野菜は当初の夏の暑さの影響が見られたものの、気温が下がってきて大きさも美味しさも例年通りに仕上がりました。ずっしりと重みのある白菜はみずみずしく甘みが強いそうです。まだまだ美味しい根菜類野菜類出ますので、ぜひこちら大内宿のそばの直売所です、来た際にはぜひお立ち寄りいただきたいと思います。来月11日と25日にはヨラッシェ市も開かれ、毎回人気のつきたての餅や地元で野生馬と呼ばれる草団子などが販売されます。